さて、まあ、忘れてかけているというか忘れてるんですけど、まあ、これもやっちゃいましょうか。たまには進めないとね、もうなんか時系列がめちゃくちゃなってるからね。さあ、マメエリアについにやってきたんで、あ、兵法とかいいんじゃん。新しいね。さあ、打ち消しとか攻撃気合を生かすし。うわ、ちょ、待って。クリモンなんかしてる？あ、打ち消し、あ、打ち消し間に合わない。え、何株でっけえ株投げとる。はい、まあでも83なら大丈夫だね。様子見つつ。兵法は仮面を投げて攻撃するんだ。ちょっと知らなかったんだけど。87、あー、まあまあ、しゃあない。でも、大丈夫。対局を見つつね、福引きや気合などをちょっと見ながら、見守り戦闘。はい。よし。まあ、次のボール、うわー、兵法って投擲タイプなんだね、てか。じゃあ、福引き使おうかな。福引き、いきます。はい。遠距離タイプにダメージ。あ、これ、兵法遠距離タイプもしかして。あ、いいね。これでかい。A を押して。よし。肩こりも頑張れ。はい、OK。いいよ。いいよ。8-1 だよ。OK。まあ、見守り戦闘なんでね、まあ、ちょっと。ここはちょっと気楽だな。あ、イベント入った。あ、兵法。あ、仲間だ、無事だったんだ。まあそうだよね。兵法もクッパ軍団の一人だよね。何その株。ああ、危ない。さっき投げてきたもんね。まさかゲルコピッチに操られて。味方か。え、めっちゃ科目タイプ？あ、よかった、操られてない。って、株投げる前聞いてよ。本当に味方かって投げた後に言うなよ。クッパ軍団は何も、あ、なるほど。兵法もそれを経験したんだ。だからか。クッパ軍団見つけたらとりあえず攻撃することにしている。まあ、当たったらどうするつもり。まあ、間違ったらないからな。だから投げてきたのか。とにかくみんなの目を覚まさせないと。よし、一緒に行こう。一人をみんなに行く方が心強いし。いいよ。あ、いいんだ。ちょっとクールだな。あ、意外とあっさり。やった、仲間増えた。一緒に頑張ろう。その旗。君が隊長か？そう、僕が軍団の隊長なんだ。オーラが見えるね。みんなから言われるね、オーラって。あ、見える？やっぱり僕ってすごい素質があるのかな。もう次の一言わかるな。おバカなオーラ。え、ひどい、いつも言われてんだよ。僕も隊長やるよ。君だけだと心配だ。え？どういうこと？え、どういうことそれは。あ、三足組、はい、理解してますね。あ、そうか。遠距離タイプの隊長。誰が誰に強いかは？まあ、それも理解してます。小さい。そうか、行こう。教えてくれないの？軍団の中には特定の相手に強い奴がいる。うん。特定の相手に強いって何？僕たち兵法は、あ、そういう特攻キャラみたいなのがあるんだね。豆次元はジムを相手にするの得意。あ、危ない。株。クリティカル。編成メニュー詳しく。誰が誰で得意か勉強。ガイドを見て復習。あ、なるほどね。体調が良ければその軍団はまた弱い。いい言い方よ。あ、はい。自分で覚えて自分で強くなる。ちょっとクリボー自信なくしてるんだけど。あ、待って。あ、どうしたの？ん？どこに向かう？兵法軍団に行こう。隊長兵法に行かねば。あ、そういうのがあるんだ。兵法隊長。あ、ほんとだ。チョコマカ動いてしれっと。兵法隊長って、いよいよじゃあもうクリボーじゃなくなっちゃったじゃん。クリボー RPG だと思ってたのに。あ、あれ、ま、クリボー？じゃあそう、ゲルが、あ、来た。ここでさ、結構前のあの映像に変わるんだね。マリオとルイージが見てた。ゲラコピッツ。クッパ様を返せ。ここからようやく追いつくのか、物語が。おお、え、破壊されてるんだ。もうこうやって破壊されてたのか。また別の視点の物語だ。いや、結構なんか、なんだったらゲラゴピッツの軍団もっと早くこれ出せばよかったのに。いや、結構残酷なことすんだな。うわ、残酷。え、これをクリボーが救うってことか。マリオたちが来た時は手遅れだったしな。ゲラコピッツ。いや、ロボだいぶ派遣すんね。そんなにメカニックだったのか、お前。
兵法隊長も一緒に、あれええー、あれ連れてかれたよ。行こうとした瞬間連れてかれましたけど。なになに、ジュゲム、見つかったらやられます。え、今あの町に行っちゃダメです。あいつがクッパ様をさらってしまったんだ。クッパ様も操られてるかもしれないんだ。うん、まあまあ本編長はもう操られてるけど、助けに行こう。今の私たちでは歯が立たないです。冷静な分析だな。そう考えると弱小クリボー隊、そんな、ここはこのチゲムに任せてください。どういうこと？カメジェットが爆発してクッパ軍団、この今もカメ豆エリア中に散らばってるはずです。確かに、あーなるほどね、カリアを集めて軍団を強くしたらあいつに挑みましょう。まあ理にはかなってるんだけどね。私はクッパ軍団の居場所を調べてきます。あなたたちはみんなを集める、どうですか？んー、分かったけど、そうか、決着にはなれない。あれクッパ軍団だよ。それはもういいこと聞いちゃったぞ。おいジゲム、オイラの元で働け。ギャラゴピッツ様の上に軍団を集めるんだ。操られた後やったのか。クッパ7人衆といえどもゲロコピッツにはかなわなかったってことか。ラリー様、ちょっと待ってください。そうだよな。さあ兵法隊長頼むぜ。ハーフアンドハーフ、ボーナスすぎだ。うわ多いね。あ、兵法いない、兵法しかいないぞ。大丈夫か。あ、待って、何、下に助っ人ってある。打ち消し、新しいスキルに助っ人ってのがあるね。なんだろう。あ、でも、助っ人を使いたいけど、あ、これ、あ、そうか。そういうことか。今、7人になったから助っ人が使えるってことかな、これ。へぇー。なんか、やられても、後ろから誰か来る可能性があるってことか。ちょっと使ってみよう、次。まあ、待って、でも、ちょっと慎重にな方がいい。3バトルあるわ、よく見たら。さあ、パタクリ多いんで、ちょっと、ハンマーブロスに頑張ってもらいましょう。突撃タイプはいないんで、こっちも、編成はちゃんとしてきたんで。選曲見ながら A を押して OK、 クリティカルが来るんだったら押します。誰かクリティカルサイン出していいよ。いい感じだよ。 OK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 、 素直にいけるね。編成をちゃんとしてるのはでかいね。てか兵法隊長あれ、このゲーム何のゲームだか分かんなくなってきたな。あー、豆ジゲームとか。さあ行こう、豆ジゲームと。うっ、エレンだ。よし、エーレンだ。よし、7人になってるね。助っ人使います。助っ人を押すと、あ、ボム兵レベル5の助っ人に来るから弱そうなんだけど大丈夫か。ああ、終わっ、あれ、ふん、あ、ラリーさん待って、クッパ7人がギルゴピッツに、クッパの兄弟子が全員操られた？そうだね。ラリーさんは確かに言っていました。ギャルゴピッツ様のためにと。そんな、まさか。ゲルゲンオーナーをマメイリア王国を我が物にしようとしているそうです。クッパ7人子がこのモードでも敵になるってことだよな。クッパ7人子はゲルゴピッツの手下となって、すでにマメイリアの各地を攻撃し始めてるみたいです。この国ことはどうでもいいんだけど。まあ確かに、それはマリオたちに任せるよりいいかね。クッパマランシが仲間になればゲゴに対応できると思ったのに、確かに。敵になってしまうなんて。ん？こうしよう！クッパマランシをやっつけて、目覚めさせてそんで仲間にする。クリボーすげえ、勇気あんなお前。随分簡単に言いますね。よくわかんないけど、僕たちがマランシを強くなればいいんでしょ？おお、マジ？どう？嫌いじゃないよ。そうですね。考える前に行動する。クッパ軍団らしい考えです。クリボー隊長の言う通りにしましょう。兵法隊長もいるけど。私は仲間たちを見つけてきますね。うわー、なるほど。すごいね。クッパ7人衆をやっつけて仲間に加え、クッパ様を助け出す。クリボーたちはこれまで相手にしたことで強敵に立ち向かう決意をしました。ね。あ、ジュゲームも軍団に加わった。あ。ファイヤー、
テクテクパックン、ファイヤーテクテクパックンって何？そんなパックンにさ、一体一体名前があったの？誰もいないね。パックンが仲間になり、うん、なるほどね。クッパ軍団が次々に仲間になろうとしているってことか。あ、マメック王子、無能。あら、無能、どうした？あ、ちょっとちょっと。来てくれるんだ、ちゃんと。やめろ、円弧越し、ここでもすんのか。いや、石ころが喋ってる思いは、クッパ軍団のクリボー軍じゃないか。へえ、認知されてんだ。ルイージと、大違いだ。この国は、金曜マリオ君と同じくらい有名だよ。よかったじゃん。え、本当に？へへ。一番最初に踏まれるってね。感じ悪い。まあまあまあ、このゲームだったら一番最初の敵はクッパだったからいいんじゃない？この辺でパックを見なかった？いやー、見てないね。悪いが僕は君の相手をしてしまわないんだ。来てすよ、バイ。円弧殺しをしていくな。なんだよ、いけすかないな。仕方ないから自分。パックン、パックン。パック。ギャー、確かに僕は食べ物をするそれっぽい形してるけど、煮ても焼いても絶対美味しくないよ。あ、焼いた方が美味しいかもな。そうじゃない、話して。テクテクパックンってそういうことなんだ。クッパ軍団のパックンとは違うみたいですね。へえ、マメエリアのこちらの国のパックンか。じゃあなんで国際空港にいたんだよ。ちょっと冷静に分析で助けてよ。へえ。いや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 、なんか割と、割と、軍団のパックもちゃんといるけど。石頭によかった。本当に美味しくなかったみたいですね。冷静に言われとる。焼いてみるよ、こんがりと。なんかどんどん辛辣になっていくんだけど。ちょっと苦くなってきたね。いや、多いな。大丈夫かな。編成間違えたかこれ。打ち消ししとこ。いや、ちょ待って。割と、もしかして結構きつい、これ。あ、ミスった。まあ、いいか。うまいこと言った。86。上から。よし。タイプは一応見てはいるんだけど、65だから結構厳しくなってる。63。やばい、敵が来る。うわぁ、53。隊長やられたら終わるぞ。気をつけて、隊長には。51。打ち消し。パタクリボ頼むわ。パタクリボがやってくれる、これなら。パタクリ頑張れ。有利だ。あ、やべえ。頑張れ。よし、当てた、当てた、当てた。よかった、よかった、よかった。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。やばいな、ちゃんと編成しないとな。授業も入れときゃよかったな、とか、それこそ。さあ、これ一応、ウェーブ上ラストバトル。うまいこと使っていこう。福引き！あ、味方のパワーアップ、でかいでかい、強い強い強い、これは強い。あとは打ち消しだけだね。当たれば強いよ、打ち消しに。はい。あー、パワーアップが強い。パワーアップが強すぎる。パワーアップ引ければ最強よ。はい。よし。さあ、パックを倒した後に、なんか後ろにまだいるけどね。よし、行こう。あれ、こっち見てる。ずっとついてきそう。え、なに、なんか、あれ、今上通ったよな。飛び回ってんね、マメック。あれだ。ほら、見て。あそこに美味しそうな豆が飛んでるよ。てんてんてん。割と単純に言ったな。これで大丈夫。パックンフラワーも引き連れたってこと？あ、ファイヤーテクテクパックン、テクテクパックンって何なの？その、そんな種類いたの？俺さすがに知らなかった。ファイヤーテクテクパックン、口から強力なファイヤー、ヤブーやサンボはよく燃える。うわ、なんか得意キャラがどんどん増えてきたね。ちょっと難しくなってきたな。ね、何これ？ライバルトリオってこれ何？なんかさ、知らない奴らが3人。クリッキーは1人知ってんだけどさ。え、クリッキーまた操られたってこと？しかもなんか全員違うし、見た目。え、何これ？さあ、3人だ。あ、待て！
クリッキー、仲間になれって。あ、クリッキーよかった。無事だったんじゃないよ。クリボー、ゲルコビッツに操られた僕は、あの後いろいろ考えた。そして決心したよ。ん？おい、二人ともこっちだ。いやいやいや。ヘイファーとパタボン三人でお出かけ？な、いや、そうはならんけどさ。なんだその名前は。そうそう、みんなで一緒にピクニック。ピクニック隊長になっちゃったよ。で、違う。ゲルコビッツの手下なんの？そうそう。僕とゲルコビッツの手下だ。おかしくない？それも違う。この前やった。そうだよね。おかしいよね。さすがにね。何を決心したの？これ僕、クリッキーが決めたんだ。なんだっけ？おバカなオーラが。軍団を集めて、クッパ様助けに行く。そう、そしてクッパ様に褒められるんだ。じゃあ一緒に来てくれよ。なんだ今更そんなこと。僕たち同じじゃん。そうだよ、一緒に来いよ。え、そうなの？そうだよ、一緒に来いよ。さては僕の考えたことどっか聞いて真似したな。その証、そいつを正気に戻したのはどこのドイツだ。あ、なんとなくメンバーも立ち位置と同じだ。ずるい。そうなるんだよ。そういう立ち位置になるんだって、並び順的に。クリボー隊、このクリッキー隊と勝負だ。負けた僕が勝ったも手下になる。みんなで仲良く行こうよ。ダメだ、僕がタグだと偉くなくなるんだ。上下会見を曖昧するとろくなことにならないぞ。何これ。ヘイファー、パタモン、おう、第一戦闘配信。無視する？いや、まあ3人ともちゃんとしたクッパ軍団、無視するはちょっとかわいそうすぎない？じゃあ仲間になってもらいましょう。サムウェーバーね、しっかりやんな。うわー、フェインフォーしかいねえ。やばい、これ近距離、近距離が1匹しかいねえもん。やべえな、近距離が1匹しかいない。飛行タイプがむしろ多い。あ、打ち消されてる。ちょ待って、これやばくないか？難易度高くねえか？割とパタクリボー、あ、突撃タイプやられた。やばい、74だけどこっから負ける可能性あるな。しかもお前助っ人かな。嘘、お前そういうことする、やばいって。割とちゃんと強いんだけど、でもなんとか筋からで勝ってるか。オッケー、ようやく必殺来たか。待って待って待って、よし、オッケー、負けそう。敵もさ、スケットスキル使う、魔法の杖使ってきた。待って待って、強くねえか。フルにこっちの軍団使ってんじゃん。うわー、でも使っちゃったな。あんまり使わん方がいいよ、先まだあるよ。よしよしよし、あと一発で。まあ隊長が最後残ってるわ。大丈夫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 、次のウェブでみんな回復するから。隊長、よし、11まで持ってかれるようになった。いよいよ、やばい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 、本当にやばい、普通に強くなってきた敵が。さあ次何体？旗。うわ、飛行しかいないっていうタイプか。これはまあまあ、でもこれは大丈夫じゃないかな。これは大丈夫じゃない。まあクリボーはすぐやられるだろうけど、ハンマーブロスと飛行隊がいりゃ筋からだから。くらえ、コーラスピン。何？何？そんな技が。なんかフラフラしてるけど。8-1になってるけど。8-1になってます。すいません。だいぶ8-1とかいうとんでもない。あーっと、打ち消された。8-1ですよ、ちょっと。8-1ですよ、ちょっと。よし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 、次だな。次ラスト来るな、クリッキー。ここはフルに使っていこう。息子も打ち消し使うのかにしても、クリボーしかいねえ。まあでも、パタクリ3体では大丈夫だろう。頑張れ、打ち消し。あ、やばい、なに、なんかしてる。あ、福引き、行くぞー。え、あー、来た、勝負だ。待って、福引きさせてね。ちょっと待って、その前に福引き、突撃タイプにダメージ。あ、はい、突撃タイプにダメージします。あ、打ち消し。頑張れ、よし、オッケー。ちょっと開幕早々可愛くそうなことになってしまった。ちょっと悪い気がするわ、俺もちょっと。手下になってくれるよね。今回は平和隊が良かったらこうなるだけだ。え、俺のせいなのみたいになるよ。今回のが引き分け、平和隊がつくまで勝負はお預けだ。何言ってんだ、
振り切りとにかくただ突っ込んでただけだろ。お前なんかただ投げてただけだろ。パタパタポンたちが一番頑張ってた。浮いてただけじゃん。あー、喧嘩し始めとる。無視する？そうだね。ははは。あいつら、なんか、パーニョみたいなセンスを感じるな。